2024年の F1 開幕2戦を終え、キックザウバーはいずれのレースでもピットストップで大きくタイムを失うことになった。同チームはこの問題の早期解決を目指している。F1 ハイライト、F12024 第2戦サウジアラビア GP 決勝。バルテリ・ボッタスは開幕戦バーレーン GP の2回目のピットストップで、フロントのナットの問題により、50秒以上をロスすることになった。 そして第2戦サウジアラビア GP のレースでは、チームメイトのン慣がピットストップした際に同様の問題に見舞われ、約25秒を失うこととなった。習はレース序盤にセーフティカーが出動した際にピットストップを行わなかった4人のドライバーの1人であり、この問題と冷却の問題に悩まされたにもかかわらず、11位でフィニッシュしている。チーム代表のアレッサンドロ・アルンにぶらびは、 チームはこの問題解決に懸命に取り組んでいることを認めた。まず第一に、あれはメカニックやスタッフのミスではなかったということがとても重要なのだ。彼らは本当に良い仕事をしてくれている。アルンニブラビ代表は、モーターズポート .com に対してそう語った。我々に問題があることはわかっている。バーレーンでも同じ問題がバルテリのマシンに起き、今回は州のマシンにもそれが起きた。 そこで我々は調査を行い、できるだけ早くこの問題を解決するために取り組んでいる。そして次のレースでこの問題が再発しないように、パーツを見直している。ピットストップの作業時間を短縮するため、キックザウバーは今年に向けて変更を加えた。しかし今後はそれが見直されるという、我々は新しい機器を導入し、すべてのパーツを新設計にした。もちろん、 改善すべき点はある。そうあるんにぶらび代表は言う。一貫したピットストップ、迅速なピットストップを行うだけでなく、いかなる問題も起こさないよう、すべての領域に取り組んでいる。我々としてはここにレース続けて問題が発生したため、今がとても重要なんだ。レース中に問題を起こすわけにはいかない。だって我々のマシンには、ポイント争いに加わることができるポテンシャルがあるからね。 我々は問題が起きたため、バーレーンとジェッダの両方で入賞の機会を逃した。それは我々が調査したことであり、今は修正に取り組んでいる。レーシングディレクターのセビプ・ホラールは、この問題をオーストラリア GP までに解決することは、チームにとっては不可欠なことだと考えているという。我々がまだ目指すところに到達していないことは明らかだと思う。ソープ・ジョラーは語った。 メルボルンに向けて、いくつかの変更を加える必要がある。我々のマシンは、あまりにも脆すぎるんだろう。クルーやメカニックには何も問題はない。彼らは妥当な仕事をしてくれていると言えるだろう。しかし、再び問題が発生してしまった。従って我々は今調査し、より堅牢にするために、次のレースに向けて何らかの解決策を考え出す必要がある。ナットが斜めにはまり、 途中で止まってしまうという状況、クロススレッドが起きていた。この時にはホイールナットを交換しなければならないので時間がかかってしまう。